こんばんは。口の上唇いらなくない？そう、今日は研究生ツアーが発表されましたね、皆さん。あ、たくみ、やっほー、やきの、頑張れ、たくみ、頑張って。そう、そうです、今日は皆様にちゃんとしたご報告が、ご報告がっていうか、そう、今日の6時に、公式でも発表あった通り、瀬戸内ツアー、徳島公園と、待って、本当だ、テロップ直す、今って3年だよね、はい、そう、改めて、なんだっけ、はい、徳島公演と岡山公演に出させていただきます。パチパチパチ。岡山に関しては凱旋です、やったーまさかこんな早く岡山でさ、でごめんね、今もう出たから言えるんだけど、ごめん、私知ってた知ってた。だけどもう知らないって言わないと、で言わない、もう絶対顔に出しちゃうから、地元おめでとう、ありがとう。そうごめんなさい、みんな知ってました、私は。じゃないと、でも私顔に出ちゃうし口滑っちゃいそうで、もう本当に知らないを通さないとちょっとやばいなって思ったから、もう知らないで通しました。そう、だからみんなの反応が楽しみだった。まあでもみんなも絶対気づいてたでしょ、ひーたんてか僕らも出るでしょみたいな。徳島とか、まあ他県は分かんないけど、岡山はさすがに出るでしょって分かってたでしょ。知らなきゃ。そう、ひさとちゃん、いたん、みなちゃん、あ、こんばんは、やっほー、みちいで。じゃあメイルくん全部会えないのね。岡山決まったね、申し込んだ、嬉しい、白うさぎさん。そう、岡山はそう、嬉しい、私本当に岡山、それは地元だものさ、日曜日、あ、そうなのね、仕方ないね、それは。ね、岡山出身ね、ゆうなんと凱旋ですね、まさかこんなに早く叶うとは思わなくて嬉しい、私は発表された時に凱旋、うん、凱旋嬉しい、岡山申し込んで嬉しい、ありがとう、ちさとちゃん、まゆぴ、あ、岡山亮、嬉しすぎる、会いたい、嬉しい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 。今さ何県、何県出てる、3県ぐらいかな出てるの、あとね、お見送りもね、開催じゃない、開催されるということで、お見送りも3期生のお見送りもツアーにね、多分さ、私の予想ね、最終日はするんじゃないって思ってる。ただ他の広島はしそう、配信わかんないわかんないわかんない、知らないよ本当に、もうこれは本当に知らない、私がどのあれが配信あるのかってか配信知らない、まず多分
私の予想はあのツアーあの7県は配信なくて、最終日の広島はツアー最終日の広島は配信あるんじゃないかなって予想してる。わかんないけど、でもそうだよね、いいさん有給取って、嬉しい。クレママセットセブンのチーム、え、そうなんだ。私もね、あのクレキングダムはキングダムじゃない、あのね、あの行ったことはないんですけど会場は見たことあって、そう、あ、まさかそこに自分が立てるのはとは思ってなかったです。神戸もし来てくれたら行きます。まだ発表されてないからね、いつあたり発表され何がだろう、今日の16時に18時に公式さんで3公演だけね、今3公演、神戸と高松しか3件やね。初めて実は会えないに来てください、ひらりんはっとさん頑張りますから。下手くそなにかさん、ひーたんひーたんねんしさんだ、お疲れ様。ひーたんあかりさんじゃん、お疲れ様。道後温泉、あ、そうだね、道後温泉、そうだよね。岡山当選したい、待ってるからね。そう、楽しみすぎる。まだ当たってないけど、当たりますように。当たるでしょう、当たるよ、みんな、ちさとちゃんもみんな。徳島のひーくん、ひーたん、徳島のひーくん、徳島行きますよ、ひーたん、徳島のひーたんになります。ツアーすごいね、本当に岡山と徳島に参加させていただきます。お見送りあるの嬉しいね、本当に。ハッピーさんこんばんは。一人3公演ぐらい出れるのかな、どうなんだろうね、まだ全県出てないので何とも言えませんがもう絶対、まあ、知ってるでしょって思ってるでしょ私、まあ知ってるけど、あのね、どこにもうだ何人出れるんだろうね、一人。岡山は最前列当たるよって、最前列当たる、当てる、うん、当てて当たる絶対。でも公演なんかでもねえ、本当に、でもどうなんだろうね、しない気がする。私の予想、広島はするんじゃないって思ってる、最終日はね。わかんないよ、わかんないよ、わかんないけど、ごめん、え、全然謝らないで、みんなもね予定があるから。徳島もしくは、さすが徳島のひーくん、けのこのパパこんばんは、ひーたこんばんは、けのこのかパパさん、ひーたんすい、センキュー。岡山もしくは、嬉しい、ありがとう。コールは、まあ、ひーたんですよね、ひーたん、ひーたん、ひーたんです。コールはひーたんでお願いします。そう、博愛15日のね、どうなんだろう、全然わかんないんだけど、私は後のツアーのあれは、とりあえず今徳島、岡山、愛媛かな、ツアー初日7月2日ですね。もう1ヶ月切ってんだよ、やばくない、ドキドキだよ。何発表、何披露するんだろうね。えさくさん、ひーたん岡山嬉しい、ひらりんはっとさん、ひーたん車も近くの公園あるねあるね、確かに公園、徳島ラーメンね、確かに私は徳島に、え、何年ぶりだろう徳島行くの、何年ぶりだろう、中学生以来かも、多分ね、わかんない、私の予想もう言ってるかもしれないけど、なんか俺な、なんだろう、トヨタン嬉しいよ、来てよさやまちさんこんばんは、ヒータンが出る徳島、え、嬉しい、キノコのかパパさんありがとう。そうなんですよ、初日出ちゃいます。まあね、なんか勢いつけれるように、あ、後の公演にもだし、なんだろう、やっぱ初日って大事だと思うんですよね、私。だから凱旋ももちろんなんですけど、岡山も初日って今後のツアーの勢いかかってくるじゃないですか。だし、まあ、初日のレポを見て、あの他のねファンの方が、え、いいんじゃないってなって、シャトリいいんじゃないとかなって、あのね、来るかもし、来ていただけるかもしれないので。ケイチさん、ヒーター、徳島のヒーターにね、徳島のヒーターになるよ7月2日は。
ヒタまず徳島岡山2つ、いやいやいや本当にね、いやいや言いましょう、言いません。神奈川のヒータもはよ、あ確かに神奈川のヒータもはよ、ほんまにいつになるでしょうね。再来週は大阪のヒータですね。何その県のヒータって知ってるんかい。それはねもう、まあ、発表されてから、まあ一人何どんぐらい出れるのかはまあそうあれだけど、高松も来てよね、お願いします。ヒーター、くまちゃんのヒーター。徳島アヒル、え全然来てくれるだけで嬉しいよ、ありがとうね。徳島のヒーカ嬉しい。すでに決まったような名前ないメンバーも焦ってないかな。まあでも多分すごいいいツアーになります。超絶がヒーターありがとう。 MC むちゃくちゃ期待してる。むちゃくちゃって何、面白いこと言ってくださいね。うん頑張る。頑張るね。瀬戸り楽しみだね、本当に嬉しいね。本当にあの私さ、岡山、まあ、発表された時に、まあね、予想はしてたのね、3期で、地元の子たちは凱旋として出れるんじゃないってあれしてたんだけど、まあまさか本当にね。私あの7人選抜、またオーディションがあるのかなと思って、ツアーに向けて、ツアーツアー出るメンバーのオーディションあるのかなと思ったけど、まあね、メンバーもランダムで嬉しいですね、本当に。ひーちゃんと一緒じゃなくてよかったのかな。ひーちゃんね、同い年心強いけどね、徳島と岡山はひーちゃんは、ひーちゃん浜田響ね、あいちゃんはそう、瀬戸内ツアーつないね、本当に。うーたん、え、そうだよ、みんな気づきました、梶原美優と森末姫奈一緒ですからね、徳島岡山。もうセットです、うーたんひーたんは、ウータンヒーターもセットです、もうあの二人は。そう、あとねリーチもね離れちゃったのかな。リーチ、リーチまだ発表されてない、リーチ、そうリーチは岡山徳島はねあれなんだよね、なんかすごい口滑らしちゃいそうなのでもうこの辺にしますが。徳島ラーメンね、でも公演前は食べないかな、7年ぶりぐらいかな、中学生行ったの、そうあれ見たの、うずしお、ナルト、ナルト、ナルト、検討します、検討します、でも応援してます、ありがとう。瀬戸内くらい、瀬戸内ぐらいさ、ありがとね。コメント流れます、オッケー。トヨタ福島の声申し込んだ、楽しい、嬉しい。ジミズさんありがとう、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 みんな結構もう申し込んでくれたのかな、選ばれてもらいますね、嬉しい、本当にありがたいですね、地元岡山は嬉しいね。年はどう、どうなんだろうね、どこに、どこに行く、行くね、連れて、ね、連れて行かれるとかなのかな、わかんないけど。ファンの皆さんもね、確かに各地の食べ物とか名所を楽しそうだよ、本当に私と一緒に楽しみましょう、てかね、すごい思い出に残る夏にしましょう。楽しみだな、ツアー初日ってドキドキだよね、どうしよう、勢いつけれるかな、つけるけど。海さっちーさん、岡山あなげ嬉しい、来てくれるの大好き、ウータンとのユニットどういう、待って、ウータンと私がユニットするなら何の曲するの、何の曲ウータンとヒータン何の曲すんの。東京持ち入りした初見です、あ東京、東京、東京梅雨入りってか、そう東京梅雨入りしたの今、ついで雨多いよね最近、思った私も、今日、今日も雨じゃんと思って、3期違います。違います。香川もいるのね、どうだろう、まあ後の発表をね待ちましょう。
ほちさんつわりも嬉しい、ありがとう。絶対見つけるからね、絶対見つけるから。岡山ひろだけえ、みんな謝らないで、あの皆さんも、あの皆さんのもうちゃんとね事情があるので分かってます。それは全然謝らないで、来れる来れる来れる時間帯に、来れる日日にちに来ていただけたら、それだけで嬉しいです。1公演だけでも。石丸太さんこんばんは、今日はリハ、今日はリハだったよ。ひとちゃん急い全ね、でもね、ね本当にあと1ヶ月切っちゃったんだよね、やばいね、ドキドキなんだけど、珍しく 2.5期の皆さんと。こうせいさんこんばんは、こうせい久しぶりじゃない、なんか岡山ゆうなね、ゆうなんも凱旋で二人でやったねって言って、せいちゃさんなんでやねん、あらら、けいまいけいさんこんばんは、素敵なメンバーこんばんこんばんは、けいちゃさんひーたんひーたん、ツアー出るメンバー、いや本当にひーのそれやと思ってた。あのね、なんか 2.5 期の皆さんは確定やとして、あの何3期は3人オーディションなのかなって思ってた。で18人、最後広島だけあの優しさで出させていただけるのかなみたいな感じで、でそういう予想をしてて、えだったらさもう無理じゃないみたいな、そうなんかファンの人に謝る未来見えるねみたいなでもあの安心して、広島でのが地元にね、ね本当にナーミョンもそうだよ、ナーミョンもいますよ、徳島かな、徳島公園はナーミョンと一緒なのかな、岡山ね、ゆうなんも凱旋です。凱旋って言っていいのかな、私さ凱旋の意味を調べたのね、凱旋公演っていう、凱旋ライブとかの意味を調べたのね、凱旋っていう言葉を。そしたらなんか一番最初に有名人になったアーティストが地元故郷でライブをする、あの地元でライブをすることって、まあ簡単に書いてたんだけど、有名人になったそれなんかだから凱旋ライブって言っていいのかなと思って、そう有名人になったらアーティストが地元に帰ってくるみたいな感じで書いてたの。でも有名人だから凱旋ライブって言っていいのかなとか思っちゃったりして、まあ言わせていただきます。リーチはね、まだ後のメンバー、後のどうなんだろうね、ドキドキですね皆さん。関東東海、確かに今んとこ誰だ、発表されてない、ゆいかちゃんぐらい、関東うーたんひーたんホームルー、え嬉しい嬉しい、ありがとう、うーたんひーたんね、そう可愛いのよ、うーたんが愛おしくてしょうがない。森下姫のうーたんの保護者、いや間違いない、うずしお、そうナルト見た記憶がある、橋の上から、多分ヒーポンコンビ、ミュータンコンビ、いやヒーポンだよね、ミューポン、あのごめん、ね、あのウータンウータンって言ってますけど、あのウータンの公式ニックネームはミューポンなので、皆さんごめんなさい、間違い、あの本当にややこしいかもしれないですけど、あのウータンの公式ニックネームはミューポンです、ポンです、だからヒーポンコンビですね。リーチはまだね、ウータンの保護者だったんですよ実は。だって何歳に産んだ子になる何歳に産んだ子になるの、私が今本当に保護者だったらウータンの。そしてウータンヒーターのグッズセット、うんそうだよ、ウータン姫野のグッズを買うイコールウータンのグッズ買うってことですよ、うん、この間こあの しないように気をつけるね、もえぴシーポーズだ、私何したんだっけ、何なんか違う、シーポーズしてだったけど、なんか違うポーズしたんだよね、何したっけ、私なんか違うあれに見えちゃって、もえぴのジャーが C ポーズだよね、 C ポーズ OK だよ、まあハートのあれだよね、反対側っていうか振られハートです。岡山どうしよう、いや全然あれだよ、いける範囲で、皆さんがこの日はお空いてるって、そんなわざわざその予定をなんだろう、優先別の予定を削ってまで本当にだどあの最優先順位を
考えて、みんなの全然来てください。まあね、ツアーは9月まであるのかな、9月まである気がするので、気がするので、最終日広島9月だよね。だから全然皆様、広島は確実なので18人だから、私が体調悪くならない限り。ヒタヤーホ、コータヤーホ、コンビネやウータン、いやヒーポンかな、ヒーポンコンビなのかな、ウータン、あ、ヒータンウータンいいね。あ、ユンキさんお買い物もし、ありがとう、嬉しい。ウータンって呼んでるのはヒータンファンと私だけなので、ウータンに間違えてウータンウータン、まあ多分ウータンって言っても嬉しいと思うよ。うん、嬉しいと思う。強制話、あ、今話会の決済ね、なんか、あ、そうなんだ、過去も徳島があれだったの、今ならまだ間に合いますよね。ウータンヒータン2人分、そう、ウータンヒータン、でもウータン、ウータンヒータン、でもヒーポンっていいね、確かに。ウータンの公式ニックネームミュッポンだもん。パイポラさんかも、隣のバナナよろしく、ウータンと。やばいね、ヒーターのグッズ買うしか、個別なんだろう、何のグッズが出るんだろうね。私これもガチで知らない、本当にこれはガチで知らない。ポイポラさん無理せー、無理せー、初日に、いや、どうなんでしょう、そういうことではないかもしれないけど、そうなんですよ。でも初日にだだ、もう本当に初日って大事だなって思ってて、後のツアーにも関わってくるから。だって日、あの、引いたんじゃないわ、あれじゃん、悪かったらもういいやってなっちゃいそうじゃん。ウータンヒータン隣のバナナかな。ウータンタグリ、ウータンヒータンで漫才しよう。どっちがノリで、どっちがボケで、どっちがツッコミなの。え、姫名がボケだよね。いや、姫名がツッコミか。変月当たったら午前中観光住めないの、どこか近くで。あ、観光できる、え、でも近くでしょ、後楽園とか、後楽園、クレイジーキングダムで、キングマム、マム、ママ、キングマム、あのね、近くに、あの辺に二度サンドっていうフルーツサンドのお店があるんですよ。すごい美味しい、本当に美味しい。え、二度サンドっていうサンドイッチ屋さんがあるんですよ、あの辺に、多分会場近くに。めっちゃ美味しいけど、なんだろう、売り切れてる可能性が高いです。ごめん、ごめん、本当に人気なの、本当に人気で、朝から行かないともう開店時点で多分並んでると思うから、本当にあの辺の近くです。二度サンドっていうフルーツサンドのお店なんですけど、あのね、多分ね、甘すぎるクリーム私も無理なんですよ、二度サンドなんで、フルーツサンドでめっちゃ甘いクリームサンド無理なんですけど、その二度サンドのところはなんかすごい、何個でもパクパクいけちゃうクリームの甘さっていうのだし、可愛いのすごくだし、季節限定とかもあるから、あの時期だと、今の時期だと何だろう、7月だったら何なんだろうね。でも本当に美味しいけど売り切れてる可能性が高いので、もし行くってなったら早めに行くことをおすすめします。二度サンドって書いてる、多分初日なので。嬉しいし、皆さん待ってるからね、待ってるから。ポムさんこんばんこんばん、ツアー岡山凱旋ありがとう、ツアー凱旋ありがとうね。凱旋って言っていいのか分かんないけど、お見送りが斬新、斬新やね。確かに徳島バス移動どうなんだろうね、わかんない。私もひーたんこんばんは、調子はどうだ、めっちゃいいよ、ツアーも発表されて。ホングモングさんこんばんは、しーちさんこんばんは、ひーたんツアー初日に行けないのは悔しいかも。まあでも全然会えるから、全部行けない来れないわけじゃないしね、会えるなら、いろいろあって嬉しいよ。でもありがとう、私忘れられちゃったのかなって思ってた。そう、ゆうなんと影穴ねまあわかんないけどね、3期生の5人枠いいねーね、ほんとに徳島、あーそうだね、スタンディング、え、どこが着席なの、スタンディングばっかり、全部スタンディングばっかりかな。岡山は着席、岡山もスタンディングあるよね、スタンディングな気がするんだけど。
あかりさんやひーたんおいしい。いや自信ないな、自信ない。もし3人だけのオーディションだったら、3期生の中で私の予想、ナーメン、サッチ、かすみ。まあみんなうまいけどねダンス。まるともちゃんこんばんは。いやいやひーたん有名人よ、有名やめてやめて。いやもうだから何凱旋ライブって言っていいのかと思って、ん凱旋ライブ、凱旋有名人、ん姫の有名人、んなんか違うなみたいな。メンバーになって地元、確かにね、あなた言う、ありがとうみんな。徳島のありがとう、どんぶりの呼吸さん楽しみ。エッチェンだったんだから凱旋でいいの、分かった、確かに確かに、ありがとうみんな。あゆきちゃん、ひーたん、ふいたん、有名人自信持って、わかりました、ありがとうみんな。こんばんは、お仕事、あ、館長さん、ありがとう、休憩中に見てくれて頑張れ、お仕事。エッチェンホイトに加入時点、ひーたん、おかんの夢、ありがとうみんな。優しい。でもまあ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 、まだまだまだこれから頑張ります。凱旋じゃなかれる、では故郷に錦を飾るかな。でも岡山の、岡山のライブに出ると嬉しいです。地元密着だからしょっちゅう凱旋な、出れたらいいけど、また選ばれたらいいけどね。渦の密着、なんだっけ、そんなこん感じかな。あ、日付で無理って言ったけど、一応まだ確定はないけど、1個やんだけども行ける可能性はあるよ。え、そうなの、メールか、嬉しい。え、そうなのね、うん、何だろう、え、そうなのねって。オーディション勝って攻めようとして帰るから凱旋で間違い、嬉しい、熊根パパさん。じゃあ凱旋ライブって言います。凱旋ライブです、岡山は。うんだわ草。ウータンで覚えて、あ、ウータンで覚えてもいいと思う、あの私が言っときます、ウータンごめんねって。もしかしたら私のファンの方がウータンって、私がウータンウータンって言っちゃうから。でもウータンって言って今反応してくれるか、最初はちょっと無視されがちだったけど、多分ウータンも分かってなかったから、自分がウータンって。私の言うウータン、梶原美優ちゃんです。ミューポンね、ミューポン。ウータンが定着しそう、ヒータン会話から浸透させよう。なんかカエルさんこんばんは、地獄さん、ヒータン、地獄さん、ナーメンと私出ますよ。ユミリンのフォロワーさん有名し、なんか難しいな、難しいよ、ユミリンさんのフォロワー、ま、あ、そうだ、丸、そうだ、丸を作ったのは C だったんだよね、丸じゃない、 C、C、C ね、ハートの。だからマイピもこっちして。もう無視されたくない。おすく泳ぎ、お泳ぎに、泳ぎに行く、泳ぎに行くの。凱旋そんなにような夢のような凱旋つう。確かにね、お見送りでお話できるとは何ぞや。確かに何ぞや、お見送りお話できるって書いてたの、お見送りだけじゃなくて、この前みたいなお披露目みたいな感じじゃなくて、お話できるって書いてた。Cポーズになってしまってリエッチに変わって。大丈夫だよ、今じゃあね、あれだから。夏の長野フェスは3期生さん来ないの、まだ私たちは分かんないですね。もう発表されて、メンバー発表されてたら、先輩方が発表されてたら、もう私たちは出ないですね多分。名古屋でも発表されてるよね、名古屋。ひなちゃんを優勢する人生になりたい、嬉しい、それだけで嬉しいよ、気持ちだけで。皆さんも岡山で美味しいものを食べてくださいね、食べてください、すごく美味しいものいっぱいあるので。名前もマイピンク、あ、え、嬉しい。マイピンの作るやつね、うまいんだよね、オンラインお話し会の時もね、こうやって見せてくれてて、かわいいってなった。なんだろう、ゆいさん、文字化けちゃってる。チャーの岡山何、ね、7月9日です。7月9日、もうね、その日はね、あれですよね、あの先輩方のマイキューさん、チェホさん、サラピさん、アンナさんの女子旅ツアーがあるんですよね。ね、本当にね、いいね。たくさんが一日の活ガチになるから、ありがとうセンスゼロさん、会おうね。リエチから聞いたのに、ヒータンソロコンするときは最前、ヒータンソロコンするときは最前列に、逆に最前列当ててくださいね。ヒーポンになるの、いや、わかんない。他にもヒータンユナが出る先列分かった時点で予定、嬉しい、キノコのかパパさん、嬉しい嬉しい嬉しい。7月の17の話から森下姫の名前、なんだろう、お話が予定に森下姫の名前が追加され、嬉しい、ありがとう、コータ
そういうグッズもねえ、グッズ楽しみだね。出るのかな、まず徳島の会場、昔は記者が来た時丸いしてた。あ、そうなんだ。どうなんだろうね、スタンディングなだったね。マリサこんばんは、センチャー大事典シオンファンの身にしめて。え、そうなの、まあ、プレッシャーだけど頑張ります。個別のタオルヒーター嬉しい。出るのかな、それとも前出たやつのあれなのかな、一緒なのかな。でも逆にあのお披露目の時にあのなんだ発売されたタオルがもう二度と、え、まだ通販にも出てないじゃん。だからあのお披露目の時に発売されたタオルがもうこの世に売られないってなるとすごい貴重ですよね、あのタオルは。わかんないけどね、もしかしたらこのツアーでまた発売されるのかもしれないけど。おしぼの、そうだね、新しくなったのか。あ、そっか、新しくなったのか。新しくなったとか、なんか工事してたの。そうなんだ。え、売り切れなんだろう。え、売り切れ。あ、そうそう、サンドイッチがね、中央町で懐かしい名前。そんな人気店ある、あるある。2サンドです。すいません、美味しくない、2サンド。ああと多分会場からはちょっと遠いく、とちょっとあれ何町って言うんだっけ、宝冠町、宝冠町ってあるっけ、らへんにベーグルのお店もあるので、そこのベーグルのお店もすぐ売り切れちゃうので、あのもしよかったら行ってください。人気あり、あ、ヌーサンド知ってる。そう、買えたこと、そう、買えないの。でもすっごい美味しいよ、あのね、パクパクいけちゃう甘さ。そう、海幸さん、そういったん、西川緑道公園、懐かしい名前西川、そう、西川緑道公園、あそこイルミすごいよね、冬。おいしいもの食べなきゃ、ホルモン焼きさん、エビの焼きおこで、みかつね、確かに、みんなあの岡山来る方何食べたか教えてね。かわいい、早めについていこう。え、ほんとにあのね、結構早めに、ごめんね、結構早めにとか言ってめっちゃ早く行っちゃって、いやでも売り切れよりはマシだよね、売り切れてるよりかはマシだと思うから、本当に行くってなったらもうやっぱり早く行った方がいい。本当に美味しい、デミカツ丼いいですよね、いい、美味しいね。あの辺は岡山牛すじカレーとかもある。あ、確かにいっぱいあるよね岡山。岡山が、あ、岡山指定席なのね。岡山は、あ、じゃあ徳島だけ、愛媛はどうなんだろう。2、3度って、あ、そう、メモメモ、白桃ピューレが隠し味の岡山。そうなの、食べたことないかも。あの辺は飲食、確かにね、2、3度、あ、調べた、ちくわドーナツ、あ、本当に多分近いと思う、あの辺でしょ。そうだよ、あの、待って、聞こえますか皆さん、遠くなりましたね。あ、岡山は両方やね。メリシー洋楽の組み合わせ、なんかすごい健康そう。凱旋ライブ、そう、凱旋ライブ。ライダーさんこんばんは。なんなら凱旋ってことで岡山駅前の会場までオープン乗りたい、乗りたいんだけど。あ、さくらちゃんヤッホー、ありがとう、来てくれて。勉強のと、勉強っていうか寝る前かな。これから全国、間違いない、本当になりますね。大福さんこんばんは。おしぶの同じせいでさひめなちゃん見たい。狭いかな、狭い。いやでもあのあれだっけ、あそこなんだっけ、商店街なんていうとこだっけ、クレイジーキング、え、岡山市内だと思う、市内、市内だよ、ゆきちゃん。キングマン、ママミューポよりウータン言いやす、え、でしょ、ウータン、ミューポウータン言いやすいでしょ、ウータン普通に答えてくれるよ、え、でしょ。ミューポンのプロフィールにウータンが追加、いやいやでもね、あんまりあの私的には追加されてほしくないの、私だけが呼びたい気持ちが。だってまだ3期生誰も言ってないの、ウータンウータンって、私だけ。あ、わかんない、リエッチが言ってるかな。ねえ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 ウータン、え、なんて言ったっけ、リエッチ、ねえ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 ウータン、ねえ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 ミュータン、あ、ミュータンって言ってる、私だけだ、ウータンはセーフ。だって追加され、プロフィールにウータン追加されちゃったらみんな言うじゃん、ウータンって。私はみんなと被るのが嫌だからウータンを開発したんだよ。黒も合いますね、あ、服かなレッスン着のままですが。
お見送りの時に自己紹介できるのかな。え、してほしい、ぜひ皆さん。私すぐ多分名前言ってくれたらすぐもう覚えるから。決戦メンバー全員とお話する。あ、そうなんだ。どうな、じゃああんまりもう手振るだけじゃないのかな、若干お話できるのかな。いいね、楽しみだ。レッドカーペット用意しない服屋みたい。どうなんだろうね、私たちもまだそこまでわかんないんだけど、若干お話できるのかな。今日よかったよ、ありがとう、また来てねみたいな分かんないけど。ジェイキさんのねね、赤ちゃんさんこんばんは。公演コール許可でお見送りも話してもいいもんだと思って話してた確かにね。平田さんちなみに来るの、ゆうなんとかぶりましたが。あらま、かぶってるのか。そうだよ、あ、女子旅の日なんだ。くれママに寄ってくれんかないやいやでもあれ1日じゃなかった女子旅ツアーは。いいね本当に。でも女子の方限定ですよねあれ多分。ってことはそれ以外のファンの方は来ましょう岡山公園に。後楽園行ってみて。あ、わかんない、お昼だから。幻想庭園いつから始まるんだっけ。もう7月9日って始まってる。まあ幻想庭園お昼行ったところで、まあ、何もあれな、多分あれだけが置いてあると思うんだけど、夜になったら光る。でももし幻想庭園が開催されてるのであれば、ライブ終わった後にも行くのもおすすめですよ。まあ皆さんの帰る時間次第ですが。おめぐねに全員話がわざわざ書いたとか、福山純愛みたい。確かにね、じゃあそんな感じなのかな、わかんないけど。私もまだわかんなくて。昨日エスカベさんが歌ったらめちゃくちゃ褒められて、なんて返してわからなくてみたいな。として桜井ちゃん歌うまいんだよ。アイドルなろう、アイドルなろう桜井さんねえ、お披露目買いたかった。二の目三の目楽しい。確かにね、二度三度じゃない、お母さんが二度三度って言ってて、あともう一つおすすめがある。タルト、ちっちゃいねタルトが駅に売ってるのかな、岡山駅サンステに売ってるのかな。あー、もう売ってないかも、わかんない。なんか待って、忘れちゃった、どこだっけ、北長瀬じゃない、なんかね宝冠町、あ、そう岡山、え、そう北側、岡山って有名、結構あるよ美味しいお店。問屋町間に屋に町みたいなところには、ちょっと多分遠いかもしれないと、ちょっと遠いかもしれない、まあ、ライブ前暇だよって方はぜひ行ってみてほしいんだけど、宝冠町あるぜ、お椀です、お椀です、服部、あ、そう服部ベーグ、あとその近くにある本屋さんのカフェが美味しいよ、マエピ。本屋さんのカフェまだあるのかな、私高校生の時めっちゃ行ってたの。本屋さんのカフェがあって、そうバムとケロさんのなんか人形が置いてあった。マッチコさんこんばんは、知ってるベーグルみたいな中に入って、あ、本当にベーグル結構人気だよね、結構というか相当売り切れてる、いつも、え、欲しいやつが毎回なんか売り切れてるんだよね。夏上がりもめちゃくちゃ、確かに徳島、あ、そうなんだ、福島と愛媛か、で岡山が着席なのね。え、でもどっちがいい、いやそれは着席だよね嬉しい、え、嬉しい、ハロキングさん、当たります、当たります、ヒーターにそれを言ったということ、当たります。ヒーター、岡山のおすすめグルメいっぱいあるんだけど、そば飯やデミカツ丼もおすすめだし、あとなんだっけ、何があるっけ、おすすめグルメ、そのでもそば飯は美味しいですね。さかなかにクリスマスコンサート差し入れを飲んでメンバーに出てたよ。肉まん岡山で、何が差しあれなんだろうね、救急車、そう救急車の声が今聞こえた、さっき、ついさっき、よくは聞こえないけど、そう愛媛の会でも席作れるはずな、あ、そうなんだ、でもたしあれなの、 I'm always really held by you、 どう
ぼっちゃん、いきなり確かに2、3度ツアー会、近いでしょ、近いでしょ、本当におすすめ。岡山市役所から近いよ。岡山市役所から、岡山の市役所どこにあるっけ。呼んだらちゃんと話せん犬がいや本当に最初は本当に無視されたの、ウータンの話でしょ。本当になんかもう恥ずかしかったの、私だけウータンって誰のこと呼んでんだみたいな。つみさんひーたん、意外に意外に急い、や記憶力いいですね。確かに大丈夫さ、ひーたん7人だからお見送りも、確かにさ7人だからじゃない、7人だから多分ね、ねえ渡る、私やっと渡るに会えるんだ、オーディションの時からね。確かにウータンの配信ウータンって呼んでる人俺以外あんまりいないかなでしょ、みんなミューポンミューポンって言ってると思う。ロリボイさん引いた、2、3度岡山城、そうだよ岡山会場に近いから本当に行ってみてほしい。ただ本当に売り切れ多々だから、売り切れ多数だから狙ってるやつが、その季節限定が欲しいって方は本当に本当に開演じゃない、あの開店前に並んどかないと本当に買えないし、あのね多分個数制限されてる、買う季節限定とか人気のやつは。すげえ迷ってる、加賀のメンツ見て比較検討したすげえ迷ってる、迷うことある、じゃあ女子になろうかななれるものなら徳島で会う前に大阪でやるから、ヒーターお見送りも、なんか虫いるよねさっきから怖いんだけど、徳島で会う前に大阪でやるからヒーターね、確かにだから徳島で会えるんじゃん大阪で、ライブが新幹線帰らなきゃなんか厳しいかな、あそうだ、だったらあれだね、ライブ前に、嬉しい、関東から来てくれるの、海さんち。白うさぎさん、岡山後楽園日本産、間違いない、本当に綺麗ですよ。タルト気になる、タルト、あそう愛媛のイメージなん、愛媛のイメージなんですけど、あのね一口サイズのタルトがあるの、すごいおしゃれで、あのねいっぱい買ったらすごい映えるの問屋、そうでも前は岡山のサンステにあったはずなんだけど、今もないのかな、いろいろなんか入れ替わり激しいじゃん、サンステの、そうだから、うん、必要になれたらいいな、だってさくらちゃんおいで、まだまだ若いんだから待ってるから。なんか通知が来ました、あ、どうぞこんばんは、あつのげんさん、あ、8月1日からなんだ、じゃあ誰っけ、海幸かな、あのね多分何、じゃあすぐ夜の部終わったらすぐ帰ることになるから、だったら駅で岡山の駅弁を買うのがおすすめ。間じゃなくて遠いね、分かった分かった、ロリモイさんなんでやねん、東野町おしゃれな店結構あるね、あるよね、ある、めっちゃおしゃれ、あ本当におすすめ、女の子おすすめだよ、あの東野町、まあ、東野と東野どっちだっけ、東野町、東野町、東野町だよね、あのね、本当におすすめ、すごい美味しいクレープもあるし、かき氷があるんだけどすごい美味しいですよ、映えスポットもあるし、そう映えてきてください皆さん、トヤチョンスティー、ああるね、確かにヒータンは今日24時まで配信する、元気もりもりもりせ、エビ飯もある、確かにごめんね、めっちゃ時差だ、ごめんね、本当に暇な人は伊勢岡山バージョンの岡山端から巡ることまあね、本当に暇な人はっていうか、まあライブまでね暇な方は、まあ、時間を見て遅れないようにライブ配信、あの配分を考え、時間配分を考えて逆算して、あこの距離ならいけるな、問屋町はちょっと遠いかな、もしかしたら、あの昼だけ、夜は参加しない、夜、あまあまあいけるか、クリスティーヌが引いた、鹿田町、鹿田町、昼の場当たったら早く行って、引いたのおすすめ、え本当に、あそうだね、おすすめカフェはまた送るね、もやぴモバメで、タカさんこんばんは、ビンゴの神さん、ヒーターヒーターウッタンってコミューみたいな確かにフルーツタルトの専門ガウディ、どうなわかん、名前まで存じてなくて、あの本当に一口サイズのタルトで本当に可愛いの、本当に可愛いし、一口だからすごいね、あの重くない、そうだヒーター、ねー確かに、そうだそうだ、大阪で会えるんだ、福島のひーくんとは。サンステ入れ替わり激しいよね、そうなんかね、
今まであった店があれないってなった、岡山帰った時にあれないってなった何回もあるから。私大阪に住んでた時も岡山の買って帰ろうって思ったやつ、それこそそのタルトはもうない気がするんだけど、分かんない、あったらごめんなさいな、私の見落としてる場合があるかもしれないんだけど、そうサンステね入れ替わり激しくて、それこそバターサンドまだあるっけ、バターサンドすごい好きなのね、なんていう名前か忘れちゃった、めっちゃ一時期ハマってた家族全員で。 HKT23 さんこんばんは、問屋町、あよかった分かった、あ問屋町って言うんだ、問屋町、あと30分、なんでやねん、問屋町、そう問屋町ひなつんお疲れ様、絶対お仕事はいいでしょ、間に合ってよかったね。なんかさ、私はひなつんの昨日リエチの比べ動画を見て、うわ確かにリエチ似てる、リエチ特徴捉えるのうまいよね、ひなつん似てるって思った、ひなつーんってなんかツーンってなんか私なるんだよね。高松アイトリエンさん、鳥すごい、鳥さんだ鳥さんだと、インスタで問屋町カフェってタグフォローしてる平田おじさん一人で、なんかね羽の絵がある場所あるでしょ、一人で写真撮っておいでよ徳島のお土産王のリオ、なんだろうそれわかんない、一口、え本当に一口ある、あのねみんなが想像してるような大きいタルトとかじゃなくて本当に一口なので、可愛いし安いから一個単位がだからめっちゃ買ったらすごい箱に入れてくれるんだけど、すっごい可愛いの。今のヒータが恋者なんで、ファミリーゲイで放送された日記生オーディションのヒータをもう一度ねあの時の私をまた見るのいやいいけどすごいまだ持ってるんだね、ローリーボーイさん。岡山大手まんじゅう、あ確かに大手まんじゅうもあるね、ぜひ。まあ食べれないんだけど、私大手まんじゅうがね和菓子が食べれなくて、サンステにあったリンゴの、あったね、あったね、イーさん確かに美味しかった。ヨーカドーの後晴れのはプレオープンしたね、 ST48 でライブしてほしいの、ヨーカドーの後、あそうなの、行きたい、大のり、大ののり、大ののりか、大ののり有名なの、もう待ってる、待ってて、あんたさ本当にさ、あとさもう一個おすすめのカフェがあるんだけど、どこだったっけ、イコットニコットっていうのが多分あるんだけど、イコットニコットっていうところがあって、施設があって、その中に入ってるケーキ屋さん、お昼多分ランチもある、すごいおしゃれなランチなんだけど、ケーキ屋さんとかで私はよく高校生の頃放課後行ってました、誕生日会とかもしてたそこで。リーチ上手、出なかったよね、私見てさ待ってリーチうまいかもと思って、めっちゃうまいと思って。岡山じゃねベルギーワッフン、あベルギーワッフン、あれさあれだよね、匂いすごいよ、匂い誘惑、あの匂い、私ね高校生の頃ガッチガチにダイエットした時にもうあの匂いがやばすぎて本当に通りたもう地下から行ってたもんでも地下の岡山駅の改札も隣にパン屋さんがあるんですよ、もうパンの匂いすごくって、そうなんだこの駅はもう誘惑だらけじゃないかみたいな。あ待って、そうだそうな気がする、キノコのクパパさん、そうだよ、そう多分そんなお店だった、分かんないけど多分そんなお店だった気がする。岡山、あ村すずめね、村すずめなんか聞いたことある、岡山向いた理由、最近あった出来事事情わかるかな、あそういうことね、わかるよ、察する、ご察します仕方ないよね、でも広島来れるなら待ってるね、メールくん、久しぶりこんなに優しく言ったかも、メールくんに待ってるね。白崎さん、和菓子、そう和菓子食べれないの私、そうだからあのオーディションの時に私みたらし団子を初めて食べたの覚えてる方いますか、私オーディションの時にみたらし団子を人生で初めて食べる配信をしたんですよ、わかんないか、見てた方いる、それぐらい和菓子には本当に手をつけてこなくて、そうだから、でもなんでみたらし団子も食わず嫌いだったの、だけど
食べてみたらあら美味しいと思ってだって録画してるもん。え、嬉しいけど恥ずかしい。有名は、あ、そうなんだ。王の海苔お土産買って帰ろうかな家族に。あと岡山イオン、そう、西日本最高、確かにね、あるね。岡山イオンはね、いや岡山イオンもよく行ってたけど、何してたかな岡山イオンで。岡山イオンでは映画館前の中庭みたいなところに座って写真撮ってた、いつもお友達と。とかあのクリスマスの時期にはライトアップされるから、そこでめっちゃ映え写真撮ってた、制服着てめっちゃ載せたんやけど、めっちゃ特定されるから、学校バレバレだから。そう、あと岡山に岡山イオンって、あ、クイオンとか幽霊やってタイから幽霊になってって、幽霊になってって、幽霊にならないで。岡山駅から岡山イオン近い、あ、行ける、そうだね、楽だね、確かに。駅よりもうその駅、岡山イオン行く道中にもお店がいっぱいあるから、すごいあの暇、あの見ながら飽きない。和菓子食べないの、もっと AKB48、 大島優子、あ、大島優子さんも食べれないの和菓子ね。ほんと食べたことなくて、和菓子を食べるなら洋菓子で、私高校の授業で茶道があったのね。あの茶道が高校の授業にあったんだけど、毎回和菓子で、毎回食べれなくて、毎回お友達にあげてた。そう、でも意外と私の同級生和菓子食べれない子が多くて、いや、その食べれる子なんかもう5つぐらい食べてたで、食べ過ぎですって先生に怒られてた、分けましょうみたいなでもみんなその子にあげるから、その子は別にちょうだいって言ってもらったのに、みんながその子が食べれるって言うから渡してるのに本当に面白かった。すごい、私のだって靴下まで買えるの、その授業のために。靴下も買えて、普通ちゃんと靴下履いてるじゃん高校生って。でもその靴下も脱いで、それ用の靴下に履き替えて、まあ当たり前なんだけど、茶道の勉強してた。そうだからって言って、私覚えてるかって言われたら、まあ覚えてません。何年前の話、4年前ぐらいの話なのでねいかとにかく美味しい店あるでしょ。ある、そう、あるの、なんかあるの、いっぱい教えてくれて嬉しい。なんこんなね、教えてももう時間が限られてるからいけないかもしれないけど、いっぱいあるから。もやっぴ、私が行ってた、私が昔高校生の頃にたくさん行ってたお店がいっぱいあるから、ぜひぜひ映えさせて、映えておいでおいで。大手まんじゅう食べたことある？大手まんじゅうも食べたことないけど、お家にはありますよ。毎回はないけど、弟が好きだから赤福とか、赤福は違うんだけど、岡山じゃないんだけど、赤福とか弟が好きで、そのまんじゅう系が、だから大手まんじゅうも。確かに最近ひまなちゃんと一緒にリエチも意地悪、ひまなは悪、意地悪になってないよ。メイル君がもう最近来なくなっただけだよあー、わかる、映画、え、わかるでしょ、映画館前の中には、私はあそこはもう育ってきた場所ですね、青春の地です。あの、あそこに行ってぜひ皆さん、あ、ここがヒーターンが青春を過ごした場所かみたいな思ってくれてたら嬉しいです天満屋はどうなったんですか？天満屋まだあるくない？わかんない、ある気がする。ドキドキするんだよね天満屋って。あのすごいマダム系の人がいっぱいいるから。マダム系いない？岡山のあの天満屋マダム系の方が多いから、あ、すごい、え、すごいすごいと思いながら。岡山の、そう、中庭、4月に岡山行ってました。あ、そうなの、何したの？徳島のひっくん岡山で、岡山家で一休、え、ね、未来ホール知ってるよ、未来ホールでね。でもさ、キャパさ、ミライホールの方がちっちゃい？わかんないけど。吉本のファンデの岡山、え、ね、ファーストコンサートも。岡山や発展堂クリーム。発展堂の、あ、あるね、1階に。確かに。あと、岡山イオンの、なんだっけ。2階。どこだっけ、スヌーピーショップがある目の前でよく休憩してた気がする。4階あれ4階だっけ、なんだろう、何回作った夏の透明感ある和菓子も、そう、和菓子がそうダメで、そうなんだよね。
加山屋の、そう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 、スタバ買って、あの階段になってるじゃんあれ。だからえ、なんかさ虫いない、蚊いない、嫌なんだけど。待って、蚊いる気がする、ブンブン言ってる。え、最悪、待って、蚊いる、私まだ開けてるからだ。分かんない、そう、ハルビザヒーターアプリ、こんばんは。ヒーターのせい、そうそう、ヒーターの聖地巡りね。私の高校生の時、高校生でも高校卒業したら岡山出ちゃってるから、そう、島の中に写真撮ってね、あそこさ、そこ、まあ、外だから映えるのね、映えるの、すごい肌も綺麗に映るし、そう、なえ、蚊いる気がするんだけど見えない、みんな画面越しに。あ、もう絶対蚊に刺された気がする。私島の中にね、天満屋まだあるよ、天満屋あるよね。ヒーターマダムじゃないです、マダムじゃない、まだマダムになりたい、マダムになりたいです。将来の夢マダム将来の夢マダム、やばい。何時だろう今、42分。広島で言うと福屋、福屋どこだろう。アリオの倉敷リビ行ってました。あ、あー、そういうことか。あ、確かにあったね、始末に倉敷に行ったのか。美観地区行った、美観地区、高島屋は入りづらかった。高島屋もね多いね、お高いセレブママ、マダムが。新博さんこんばんは。そうだ、したばあちゃんの手術やった感じの転院するのになって延期になったの。え、大丈夫よおばあちゃん、心配だ。岡山陸の宝珠ってマスカット高めのお菓子食べたい。岡山の陸の宝珠ってマスカットの高めのお菓子、え、そんなのあるんだ。なんかみんなの方が詳しい気がするんだよね。ミライホール、あ、ミライホールの方が600人、あ、そうなんだ。ミライホール権限が余計500人、あ、そっか、そういうことか。100人違い大きいね、確かに。イオンの1階にはフルーツジュース、おいしい、カリン、カリンってとこかな、おいしいね、確かに。昨日さ、リエチと飲んだんだよね。岡山何回も行ってんの、どこの階に何、あ、わかる、めっちゃわかる。ただ私は4階にいることが多かった、4階のお店が好きだったから、4階によく行ってた。そう、あんこが苦手。そう、あんこが、粒あん、こしあんとか、私違いがわからなくて、あんこ、粒あん、こしあんの見分け方がわかんなくて、しかもなんか一回チョコに似てるなんかあんこがあって、もうどう見ても色チョコなのね。でもなんかあんこ、あんこで、私チョコだと思って買ったらあんこで、なんかしぶしぶ食べた記憶がある。もうトラウマ、そっからちゃんと味をか、中を確認するっていうね、店員さんに。丸ご、あ、うん、行く行くよ私、丸ご。アサイ飲んで初めて、めっちゃ美味しかった、アサイ。岡山イオン街で、岡山と岡山のイオンめっちゃ行ってるな。徳島のイオン、あ、徳島のイオン街でか、香川とか、あ、そうなんだ、まあ、大きいしね、時間潰せるよね、窓を閉めた方が。え、だよね、今ね、もういいけど、いや今日さ涼しいからさ、クーラーつけずにあれでいいやと思ってさ、絶対蚊入ってる気がする。私網戸にもしないの、窓に開けてたから絶対入ったよね。あと終わった、私絶対刺された、もう。いや、なんか痒くなってきたもん。七千室、あ、引いた、七千室さんじゃ。一応かよ、え、嬉しい、渡る。な、大丈夫なの、無理しないでね、予定。ライダさん、天満屋ありますね、天満屋あるよね。夢見なくてもマダムには何年かすればいや、でも本当にすごい育ちの、お育ちの良さそうな、もう幼少期からなんかもう本当にお育ちの良さそうな方がいっぱいいるんですよ。なんかそう、お母さんとか学校終わった後面談とかね、まあ面談ってさ、すごいラフな格好で来るじゃん、お母さんって。そう、だからそれは学校の面談とか終わった後にお母さんと一緒によく、あの店前とか行ってたけど、なんか場違いじゃない、姫の制服着てたから、まあまあ、まだまだあれだけど、なんかお母さん場違いじゃないと思ってそう、倉敷観光地ね、有名だよね。表町の無駄のコーヒーって喫茶、
あ、モダのモナードコーヒーね、あるね。わかんない、なんて読むんだろうこれ。元吉こんばん、あ、こんばん、研究生。そう、凱旋がね、ありがとう、七千鈴さん。まさかこんな早くね、凱旋ができるとは。凱旋ライブが。それから、あ、そうだよ、岡山は大都会です。もうすぐ岡山市民会館新ホール、もうすぐ、え、そうなの、私、岡山の事情を全く追いつけてなくて、気づいたら、え？みたいな。いより岡山駅前のドンキ、うろついてたら金髪ない。いや。金髪時代はね、残念ながら岡山では過ごしてないんですよ。大阪なのでね。確かにドンキあるね。最終ね、ドンキで時間潰すのもありだと思います。パドクさんこんばんは。外から粒あんこしあん見分ける方法、そう、いや、なんか割れた時の写真が載ってあって、その割ってる中の写真があって、そこにあんことか書かれてなくって、これどう見てもチョコじゃんと思って買ったらあんこだったんだよね。たい焼き食べれない、カスタードしか食べれない。そう、たい焼きはカスタードしか食べれないんですよ。そうで、おばあちゃんとかよくたい焼き買ってきてくれてたんだけど、あの全部あんこだったから、尻尾の入ってないところだけ食べてた。汚いけど、それを食べてくれてたおばあちゃんは。そう、私が食べるの知ってたから。大学の近いのタピオカ屋さんめっちゃ好きで、岡山来るたびに飲んでた。マッピー大学岡山だったの？あるね、タピオカ屋さん。私あそこのあれ飲んでた、盆栽なんちゃらみたいな、なんか盆栽のタピオカがあるの。盆栽みたいな、土じゃないけど土みたいな。あ、スノーマット出してないよ。カサブランチできた。なんで網戸、え、網戸って網戸ないよね。網戸あるんだけど、網戸って涼しい、遮られない。わかんない、わかんない。最後に歌っとく。え、時間ある？ってかイヤホンがないよ。イヤホンがないです、ごめんなさい。イヤホンが、待って、なんないわ。あれ、私違うから持ってきたはずなんだけど。マサさんなんでやねん。美観地区は昔リベン、あ、どうだった、美観地区46分か。さすがに、え、嬉しい、わたる、ありがとう。凱旋ね、確かに嬉しいね、私のために来てくれて。あ、こうさんこんばんは。元気もりもりもりせ無理せ、なんか変えよっかな、定型文。いい、元気もりもりもりせって。みんなも、源吉祥庵、何源吉祥庵って初めて聞いた。あった、いいよ。踏んづけてさ、白杉さん引いた。晴れの輪出てきたよ。晴れの輪、晴れの輪出てきた、できたよ、晴れの輪できたよ。あら、あんこおいしいのに嬉しい。あんこね、なんか何がダメなんだろうね、私もう分かんなくて。後味分かんない。ふたいちさん、おかみこえ、嬉しい、やすべいさん会えるのね、楽しみ、頑張るね。しょうじさんこんばんは。おはぎもはぎ無理。とっちょまいさんこんばんは。こんばんきた、今日は SKE、 あ、声最善だよ、すごいじゃん、引き運いいね、引き運というかすごい。お疲れ様、楽しめましたか。コジさん引いた。エイザベビーカステラだったら大丈夫。ベビーカステラってだって入ってないかな。ベビーカステラは食べれるよ。網戸ないんかい。網戸ある、網戸あるんだけど、私窓開けるってなったら全部開けるんだ、全開に。網戸で涼しいって感じなくて。広島、あ、あ、そういうことね、よく岡山行ってたのね。そう、ある、なんかあるね、確かに。台湾なんちゃらみたいなやつでしょ。目の前にエチュードハウスなかった？エチュードハウスあったような気がするんだけど。カーテンより、ええ、そうなの。みーさん引いた。福ちゃん髪まじないつギャップして、ジョロです。壊れてる、壊れて、服壊れてるんですか。悲しいよね、歌うまくなった。え、嬉しい、自信ないけど。元気もりもりもりさんの使い方間違いない、確かに。岡山 TGN 家で食えばよくね。ね、え、待って、どこ、津山に、津山行く途中かな、津山か津山行く途中に本当に美味しい卵かけご飯がある。まあ美観地区にもあるんだけど、本当に美味しい卵かけご飯がある。
もう究極の卵かけご飯だよ、平手おじさん。ザラッとした下、うーん、後味なんか残らない、わかんないけど。岡山で昔してるの、あ、ねえ、してたね、私何回か見に行ったことある。大都会岡山の駅前の高層とか、あ、そうなんだ、林原グループ晴れの芸術、晴れの輪は芸術創造劇場です。芸術創造劇場、芸術創造劇場ってなんだろう、美術館。岡山は一番街で買い物してお姉さんが待って一番街ってどこだっけ、一番街ってどの辺、地下、一番街って地下だっけ、どこだっけ一番街って、忘れちゃった。一番街って高いお店あるところだよね。一番街で服買ったことないんだよね。確かにお姉さん、お姉さん多いね、お姉さん。そう、ついでに観光たの、え、これこれやるならおいで、和歌山楽しいよ、観光楽しんでみて本当にいいと思う。コナンじゃないだからそれとかねコナンじゃないから確かにね。卵かけご飯って駅にある食堂の、駅にある、違う、私が言ってるのはあのね、美観地区にユーリンアンっていうプリン、幸せになれるプリンみたいな感じのやつとのところの卵かけご飯と、津山の方にある、津山行く途中か津山にあるんだけど、そこですね、卵かけご飯。駅にあるの逆に食堂、私行ってた一応、え、何があった、私あれ結構通ってた、通ってたんだけど、何があった逆に、もえぴが、もえぴエチュードハウスだったんだね、私まだ何もなかった時代かな。三崎町、あ、そうだ三崎町、そうだ三崎町だ、地下よ、地下街だよね、亀、あ、そう、亀っち食堂、そう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 、亀っち食堂だ、そうです、そう、亀っち食堂。まあでも究極の卵かけご、でもちょっと遠くない、ライブで、ライブで岡山来る、来るから亀っち食堂食べようっていうような距離ではないと思うだからね、本当に泊まりがけで来る方なら時間があるかもしれないけど、地下の獲物とかすない、あるね、あるね、確かに高いお店があるね。市民会館の新ホールの、あ、そういうことね、そういうことか、市民会館、あ、そういうことか、市民会館ね、学校のなんか行事で行ったな。最後、あ、ゆきひーたん、ありがとう来てくれて。カメッチ食堂は、あ、そうだ、りなさんと福田かりさんが行ってるんだね、そうだ、カメッチ食堂だ、カメッチ、そうだ、カメッチ食堂だ、名前なんだっけ、ずっと思ってたんだよね。そう、ピーナッツさんこんばんは。ヒラリンハットさん、大原美術館で絵はがきでしょ、絵はがき買ったな、実は私も持ってるんですよ、モネの睡蓮、あれもらえるのか、持ってる、なんか持ってるとかもらえたんだよね、なんかモネの睡蓮。そう、記憶がまだ何だろう、久々に、え、行ってみて、多分懐かしい気持ちになると思う今はエチュードハウスじゃなかったような気がするんだけど、わかんない、最近あそこ通ってなくて、まだあるのかな、タピオカも、なんかタピオカ屋がいっぱい岡山にできてる気がして。そう、野村デミカツ、デミカツね、どこのお店が美味しいんだろう、わかんないんだけど、あと5分、あと5分なの、ありがとう、58分になったらダンジョームね。カメッチ食堂に部屋やったら夕方まで、え、そんなに待つの、まあ、究極の卵かけご飯なだけあるね、究極の卵かけご飯って言われてない、多分行ったことないんだよね私。そう、狭山よく行くけど、当たる、ナウ、ありがとう教えてくれて。岡山西口にゃむな、なんのに宮本むなしってわかんないかも。
話変えるか。あ、そうだね、せつせれに誰だっけ、ひーたん、ひーたんごめん、ひーちゃん、ひーちゃん、さっちなみょんがそう出るね、見ないと。そうだ、卵なのにたまごっちならぬカメ面白いな本当に。そうカメッチだよ、カメッチ覚えやすいでしょ、カメッチ。そうだよ、卵なのにカメッチ。確かに、なんでなんだろうね、由来を知りたい。そう食堂よ、食堂よ、食堂のどこのあれだっけ。ねむねむにゃんこね、ありがとね南光さん、絶対眠いよね、ごめんね本当に、早くしなきゃっていう。レッスン時間がね、終わる時間が、ありがとう。でも逆に眠いのに見てくれて、南光さんに限らず皆さん、配信終わったら急いでそうだね、何時から、24時から何時だっけ。こんばんは、こんばんは、もう終わっちゃうけど、カラオケおじさん、今日は何秒ヒータのこと考えたの。0秒とか言わせないよ。岡山、あ、男うどんね、あるね。てかなんか私テレビで見たんだけど、なんか天ぷらがジューってなるうどんが岡山県のどこかにあるらしくって、すごい食べたいの。そう、アリアの会社が広くて、あ、確かに時間通しになるね、確かに。あのね、アリオ、あのね、あれだから、あのお洋服屋さんがいっぱいあるしね、アウトレットが。おとさんこんばんは、宮本もなし、え、わかんないが、モアルキングさん、なんだろう、あるの、今もある。あと昨日ちゃっかり生きごって配信、何、生きちゃっかり生きご、生きごおじさん、いや関係ない、ごめん、違う、お仕事終わりにみんな絶対疲れてるよね。タイムマイ JR 津山線のだらしいです、皆さん、つぼちゃんのつぼちゃんのこのここをスクショしましょう、亀地食堂気になる方は JR 津山線の亀の、あ、そういうことね。50分、ありがとう、読むね。あ、いちご、そう、昨日いちごちゃんのね配信に行ったんですよ、姫の。13位、じゃあ、はい、読みますね。13位がニャンシさん、12位徳島のひーくんさん、11位スーさん、ありがとうございます。10位がクリスティアーノ台湾さん、9位がつぼちゃん、8位がライダーさん、ありがとう、いつも。7位がちさとちゃん、6位がゆうさん、5位がだいちゃん、ありがとう。4位がほっしーさん、3位が南光さん、ありがとう、南光さん眠いのに。2位がトヨタン、1位が清水さん、ありがとうございます、嬉しい、いつもありがとう、パチ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 、ありがとうね、みんな。まあ、あの気になるよって方はぜひお待ちしてます、徳島と岡山で。パチパチパチ、配信ありがとう、こちらこそだよ、お前来てくれてありがとう、にゃんしさんもありがとう、パチパチパチ、おやすみなさい、配信お疲れ様で、お疲れ様、みんなも明日も頑張ろうね、明日は木曜日だ、頑張ろう。ではそう、おやすみなさい、お疲れ様、おやすみ。さとチャラ準備ね、みんなで見ましょう、みっちゃん、さっち、なあみょんは。初日のメンバー嬉しいね、もうありがたいです、初日のメンバーに選んでいただき。おやすみ、おやすみ、徳島のひーくん、おやすみ、また明日、皆さんまた明日お会いしましょう、配信で。